はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3、今回はファランの城塞からやっていきます。で、ファランの城塞ね、結構進んだは進んだんですけど、城塞跡とファランの牢石っていうのかな、どこまで行ったんですけど、今回城塞のところからもう少しね、細かく探索をしていきたいと思います。3つの火が、これだっけ、ちげえ、召喚サインだし、これじゃなくてこれ、この先的に注意しよう。じゃあ公式メッセージっぽいのがあったはず。上？え？なんだ？上を見ればわかるってこと？あ、火を灯せそう。それをやりたくて、それは上を見ればどこに火があるのかわかるってことかな。どれだっけ？そもそもの公式メッセージ。これか、3つの火を消せば狼の血の扉が開く。で、さっき言ったこれってさ、え？なんか普通の人なのかな、ちょっとわかんねえ。じゃあちょっとこっちの方から見ていきましょう。あ、で、装備の方がね、ちょっと毒に特化してます。雲盾は多分毒耐性が上がるのと、指輪を、毒髪の指輪をつけてます。ちょっとこれでね、ここは進んでいこうと思います。早速アイテム、あ、苔玉ここにあるじゃん。でも結局毒の蓄積度ってさ、めちゃ早いんだよね。あっちにもアイテムか。もうずっと毒か。これあんまり毒耐性意味ねえな。結局毒になるっていう。あ、鉄の体がある。呪術ね。まあ、補助魔法とかっていうか、バチリスクがいるのかよ。こっちバチリスク地帯か。え、ちょっと待って。やばい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 。呪いが。いや、ただ呪いもなんか、死ぬだけだったら別にいいんだけどさ、なんか、他の、デメリットがあるっていうのは嫌だよね。そこがまだよくわかんない。ちょっと待ってね、一回戻って、結局毒になるんだったら、なんか呪いの盾手に入れたよねっていうか、罰になってんだけど。口述の大盾、筋力34とか。マジでそんな必要なの、この盾。かつて呪いに対抗する者に渡された大盾、その重さは尋常なものに扱えるはずもなく、故に呪いに抗する愚かさを伝えたという。だが仮にこれを扱えるものがあれば、呪いへの大きな備えとなるだろう。これ持ってるだけじゃダメなの？持って両手持ち、それだけで呪い耐性が上がるっていうのであれば、ちょっともうクレイモアの両手持ち運用で火力特化でいきましょう。毒になるのはもうしょうがないから。あと重さ、あ、やべ、ちょっとドスンになってるね。ドスンになっちゃってるんで、そうすると、いえ、めちゃくちゃ重いじゃん。鎧だけだったら着れる？騎士の鎧。鎧も着れねえのかよ。軽装でいく？これ外すってことはさ、呪いの耐性とか樹脂、耐性114。まあいいか。ちょっとこれで行ってみるか。めちゃ重いんだな。てか、大盾だからね、確かにでかい。ここから、あれだ、もう、ドッスン地帯に入る。さて、バジリスク。さっき、かがり火、かかったから、こいつは復活してるはず。うっ、うっ、やばいやばい、一気に、一気に溜まるな。アイテムは落としてない。ジャンピングしてきて、その後ろに、うん、このジャンピングブレスは前に判定があるから、必ずジャンピングしてくれれば助かったけど、それでは全然余裕だな。それなりにバジリスクもヒットポイントあるね。集団で来られると、だからまずい。こいつらは一匹ずつだったらもうこのパターンで問題なし。いや、今なんかどっかから来なかったか。溜まり方がえぐいよな。やばいやばい、2匹までだな、対応できんの。これ3匹来られたら必ず死ぬ。端っこの方は何もないね。一応端からこう攻めていく感じで。あー、なんか向こうの方にあるけど、なんかエリアが、いや違う、こっちから行ける。
広い。あ、また建物があるね。敵は見当たらないからいいけど、こっちも建物か。でも上に上がれんのかな、こういうところ。え、闇霊とかマジかよ。今残り火状態だからね。やばいやばいやばい、こっちとやばいやばい、いって、ちょっとヘイゼルの姿を見れずに終わってしまう、このままだと。いや、これは多分対闇霊 NPC だな。ヘイゼル、ロザリアの指、早い。てか超邪魔あいつが。いや、なんだこれ、木を背にして、この隙を、ちょっと待って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 、やばい、呪い死ぬ呪い死ぬ呪い死ぬ、待って、痛い、あいつ超邪魔マジで。なるべくこの一緒に戦いたい。あいつは倒した、倒してない。何、早いんだけど、魔法出が速くなってるね。細かい連射が効く魔法が増えてる気がする。まあ、優遇されたのか。てかこいつマジ邪魔、やばいやばい、あと一発使ったら呪われる。もう毒はかけない、でエストない。そして弓か、この強靭を削る。それはお前、いてなんだよこれ、ツルハシみてえなの持ちやがって。多分 NPC 倒せばね、なんかアイテムとか手に入るかもしれないけど、このまま行こう。ちょっと戦うのがめんどくさい、しかもここ超戦いづらいし。呪われたあれ、なんか生えてるクリスタルみたいなのが。いや、なんか呪い怖えな。いや、マジでなんかなってる、わかんねえんだけど。しかもさ、樹脂の耐性上がってる、今114でしょ。これ縦外すといくつになってる、114、変わんねえじゃん。ってことはこれ持って今片手に持ってるけど114、あれ、なんだ変わんないぞ。じゃあいっか、だったら一応雲盾装備して鎧を装備して足も装備できるっけ。騎士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 の足がどこだかわかんねえ。あ、これか。で、防具装備すると上がるよね。樹脂151。あ、どうなんだろうな。じゃあこれでいいじゃんっていう。さっきまでの何だったんだ。もう一回行こう。さっき侵入されたのってここら辺だよね。てか二人。だから二人は嫌なんだってば。あ、これちょっとやばい。これでさっき死んだからな。集中。やばいやばい、すげえ、たまり具合がえぐいよな。こう徐々にたまってく感じじゃなくてさ、一気にポッポッポッってたまってく感じだから。アイテムが結構あるな、これ。上から行くのか。しかもさ、足場が悪いから、あ、ブレスもかわしづらいんだよね、こいつ。なんなんだ一体。やばい、ちょっと回復しよう。あー、食われた。これ強い、このかきむしり。しかも赤いし、あ、これかきむしって赤くなったのか、血を得たのか、なんかわかんねえけど。これは宝があるぞ。どこ、
これ、あ、火を消す、え、これ、こんなちっちゃいの、素手で消してるし、このちょっとした墓場みたいなの探せばいいんだな。あ、なるほどなるほど、これを消せばこの灯台みたいな光が消えるってわけね。だからやっぱり上を見ればいいんだよ。1個消えました。お、灯ったね。これを3つ灯せばいいんだね、消して。ん？あそこを目指すのか、最終的には。よし、なんか向きがで、この先宝って、この細いところ、おお、いいね、ありがたい。金貨、金貨とかは使えば運が上がるっていうやつかな。だと、じゃあ上を見ろって言ってたからね、こう見渡しのいいと、気持ち悪、見渡しのいいところだと多分火が見える。で、ただあっち側も行きたい、宝があったところ、あっち、もうバジリスク地帯は本当やだ。施しを一回使うか、このくらいだったら。いや、全然回復しねえ。かといって進行を上げる気はない。いた、なんで後ろ見てんだ、弓でケツを言おう。あ、やばいやばい、こんなことやってる場合じゃない。よし、半分以上増えるからね。まあ、減るのも結構早めではあるけど、ちょっとこれいすぎでしょう。やばい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 んだって、これは弓蓄するか、この距離で。やばいやばいやばい、本当にやばい、こいつら一発撃ったら後ろに下がって一発撃つ、ある程度の間合いがないと。よし、 OK、 この拡散砲が本当きつい。ちょっと一回撃たせて後ろに下がって弓、しまったしまった、あと一発かな。いや、弓役立つわ、弓は扱えた方がいいね。ポイズン、ほんとここきつい、この毒沼の動けないあれだから、闇村的な位置なのかな、ポジション的に。闇村クズ底、そしてファラの城塞みたいな。毒になるやつもいるしね、毒になるやつもいるし、呪いになるやつもいるし。よし、これは下、え、なんだ、え、なにこれ、アイテム、アイテムか、黄金のスクロール、魔術全然使ってない、懐かしいと思うだろう、懐かしいのこれ、何の懐かしさ。お、ちょっと待って、大丈夫これ、大丈夫だね、ミミックではないはず。フルメカシードレス、なるほどね、これが懐かしさを感じるのか、誰キャラだったかはもう分かんねえけど。魔術系だっけ、ウーラシールとか、あの人名前忘れちゃった、ウーラシールの人の装備かな。内側は行けない、あの上行きたいんだよね、だから別のところから行くのかな。あ、こっちもなく、微妙なメッセージ、
なんもないよみたいな、隠れる場所みたいな。あれ、あそこは？これ地帯多いな。あれ？あれ、この地帯って結局一周回って、あ、あいついるじゃん、でかいやつ。あ、だいぶ進んできたんだな。あれ、この地帯ってどこだっけ。やばい、地形が把握できてない。あ、そうそうそう、ここだよね。あの上に行ってかがり火があったから。あ、そう考えるとそこまで広くはないって。ここ来ちゃったもんね。え、もうここまで来たの。どうやって俺がこっちへ来たとかわかんねえんだけど。ここってことはあと2つあるはずだから、黒火炎の壺じゃねえや。じゃあちょっともうかがり火に戻りたいな。あ、これ飲めるんだよね、エストスープ。体力回復しちゃったけど、だったらちょっとかがりたい、帰って。残り2つ分からんけど進んでいこう。あ、落とした。こいつ何を、かけらとか落とすよね、かけら。あのでかいやつにはなるべく見つかりたい。ここグレソがあったところか。グレソがあったところで、そこからそうだよね、ここ登れるんだよね。来た、これ食らうと多分あいつ発狂するんだ。掴み攻撃、でこれがここ。あ、じゃあここ来たか一回。俺が見落としてただけかな。いや、そんなことないな、いったんやっぱり。こいつ武器持ってんの。その代わり槍らしく弾けば隙ができる。あとはじゃあそこか。まだいる。蹴って蹴って縦対策だな。あ、さる、あ、かけらはもう余裕で手に入るね。あそこに一つ残りは、こっから見えるのはあそこだね。ここから正面結構遠いな。しかも方向がどっち側だかもう分かんねえ。あ、アイテムが見える。あれ回収しよう。ちょっと広すぎてマジで位置関係が分かんねえ。それしか言ってないけど、地形を把握することはもうマジ最優先だな。自分が今どこにいるのかっていう。苔玉4で上を見ろって言われてもさ、もう木がいっぱいでよくわかんないんだよね。これ最悪もう機関とかで帰っても良さそうな気がするけど、こいつ何してんだ。こいつ硬くはない、多分バジリスクより柔らかいよね。でここ登ってきたところで、でもかかるとね敵が復活するっていうところが、うん、敵死んでるしね。こいつは生きてるわ。あ、3発かかる。あれ、これなんか自分がどこにいるのかわかんないけど謎に消せた。基本的にはこういう
ちょっと砦チックなところに火は灯ってんだね。これさ、2周目とかじゃあやろうってなったら全然場所が分かんない。ここになんで来れたのかが分かんないからね。あともう一つはじゃあ奥か、多分これだっけ。だってさっき見えたとこじゃないもんね。多分もう一個見えるはず。全然見えないけど、まあいいか、奥へ行ってみよう。とりあえずこういう行けるところを探せばいいってことね。なんかさ、最初の日ってめちゃ近かったね。ここだってかがり火でしょ。めっちゃ近くにあったわ。全然見落としてたんだな。で、上を見ればわかるって言ってたのはあと一つどっちかにあるんだな。じゃあ、さっきの高台から多分見えたところだと思うんだけど、あ、ここでもうあのごっついやつが見えるんだ。マップさえ把握すれば実はそんなに広くないっていう、そういうことかもしれんね。やるか。これは木で、いていて、これがね、かわせるとかなんとかなる。全然ダメだ。いてやっぱ足場が悪いから全然動けん。せめて3つ目は消したい。3つ目の位置を把握したいよな。そうするとあの高いところ登ってみるか。それで見渡す。大まかな位置だけでもつかめればいいんだけど、わかんねえし、なんかあっちアイテムありそうだけど、あの光は違うんだっけ。アイテムの光なのか、なんかそのオブジェクトの光なのかっていう、遠くにあるとよくわかんない。アイテムの光っぽいよね。あ、アイテムの光だ。よし、七色石。あ、向こうにもあるアイテム。こうやってアイテムに釣られていくバカがいるからな。いて、バカがまた来たみたいな。腐れますよ。おなんだなんだこいつは。ゴリオス、ひび割れた赤い瞳のオーブ。ダークレイスかこいつ。なんか言ってたよね、ダークレイスを倒せみたいな。ちょっと待って、あ、びっくりした、これ敵かと思った。おお、コロの種火、いいところに来たな。自分がどこにいるかもわからないけど、これなんか上行けそうじゃん。そんなことない。この上行ってここにまた火があればそれでよし。ここは消したのかも。あ、こいついたな、なんか見たことある。縦剥がし強引に。こいついたな。で、やったな。あ、ここか。あ、なるほど、なるほどね。じゃあこっち側から一回回復して降りよう。んで、なるべく上を見ながら進んでいくか。ここもいっぱいいるな。あれ、ちょっと待って、これ正面、やっぱり位置関係がわかんねえ。これ一番最初のかがり火？
だね。わけがわからん。ここありそうじゃん。これ多分上炎光ってるよね。よし、ここで行こう。ってかもうあったし。よし、これで3つか。なんだかよくわかんないけど3つ消せたんで、かがり火からワープすればあの扉は早かったよね。これ3つ目消えました。でこの奥か。奥行く前にこのファラの城塞を一通り見ておきたいんだよな。沼地地帯を全部アイテム回収したい。ただ沼地地帯が全然把握できてないから相当時間がかかりそうだな。げなんか道になってんだけど、ろうそくが。よし、でなんかある。かがり火があるぞ。かがり火があるぞって多分かがり火じゃねえし、これウケんな。あちえなかなかいいメッセージだ。やりおるわい。じゃあちょっとこれはもう帰還で帰ろう。帰還のコッペン使って帰ります。祭事場に帰ります。で雲立はもういいかな。あんまり役に立たなかったけどね。種火をあいつに渡してアンドレイに。で何派生ができるんだ、まあ、多分魔法とかになりそうな気がするけど。あれ、ちょっと待って、最後にか。いいや、ここは転送すればいいんだ。そして祭事場は一番下にあるっていうのね、最近知った。じゃあアンドレイのところへ行って、で魔術は全然できないから一応聖職者の人には預けてきますか。あとは種火渡します。古老の種火、不死体の種火、ファランの監視者、結晶の古老の片割れが力を貸していた。本当の話だったんだな。魔法の種火、なんかねそんな気はしたよ。これで変質が魔法系みたいなのができる。あ、祝福。祝福って何？信仰蘇生？信仰蘇生ってか信仰派生だね。信仰系だったらいいかもしれないみたいな。深みはあれあったっけ？なんかもともと何があったんだかわかんない。あ、結晶、これ魔法だよね。あ、そうだね、魔術補正がめちゃくちゃ上がるし魔力補正もつくから、うん、筋力とか上げられるようになればいずれ重厚だね。ちょっととりあえず重厚派生を目指していきますか。であとこいつからまた何か買い物していこう。アイテム購入。弓矢今どんくらいあるっけ。大きな矢じゃなくて、あー、まあそれでも結構減ってきたな。顔マックスまで。であとはその聖職者どこにいたっけ。いた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 、こいつこいつ。なんとかの展示とかを渡せばいいんだよね。聖書を渡す。カリムの展示聖書。新しい物語。そう、物語なんだよね奇跡は。で何がある。奇跡、あれ、あ、こっちか。奇跡を学ぶ。回復、中回復、生命脇治癒の涙、石別の、ん？石別結構いいよね。ゼロになった時一度だけ踏みとどまる。15か。あと5あげるのはもう無理だったら別のあげるっていう。もう一個聖書渡そう。何が増えるか。禁忌です。人体錬成か。錬金術に禁忌あり。
ソア人体錬成、これ何人も犯すことなかれ。私は怖い。生命脇とかあったよね。順番になってるか。深みの加護、攻撃カット、耐性、スタミナの回復を少し高める。20。蝕み、これ何、これ敵を蝕む、虫の群れを召喚する。深みの聖堂に伝わる暗い奇跡、虫の群れを召喚し敵を蝕む。深みに住む虫たちは小さな顎に牙を持ち、瞬く間に皮膚を裂き肉に滑り込む、潜り込む。それは激しい出血を伴うという。ちょっとわからん。禁忌をお前に渡そう。俺には扱えん。それほどの信仰値はない。魔術なんてそもそも相手にしてくんないからね。じゃあ帰りますか。ではファランの城塞、この先の扉が開いてるので、それは次回やっていこうと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。